こんにちは、サイクルウォークです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日も外からお届けする予定です。何を話をするかというと、ロードバイクのロックの話、鍵の話をしたいと思います。ママチャリの鍵と違ってロードバイクの場合には目的別にいろいろ使い分けないといけないですね。その辺のことを含め、私がどんな感じでいつもどんなロックを使ってるのかっていうのをご紹介したいと思います。それでは始めます。具体的なロックの話をする前に、基本概念について意識合わせをしておきたいと思います。ロードバイクには通常鍵はついてこないです。それはなぜかっていうとですね、ロードバイクの場合には確率的にこれっていうロックがまあ存在しないからなんですね。例えばクロスバイクだとかママチャリとか、そういったものについてはこの辺にサークル錠みたいのをつけて、ここに鍵をつければ OK と、そういうことで解決なんですけれども、ロードバイクの場合にはそうもいかないですね。なぜならっていうと、ロードバイクの場合、仮に車輪ロックしたとしても、ひょいと持ち上げて持ってかれちゃうからなんですよね。なんで、ロードバイクの場合には原則は何かにくくりつけるっていうのがポイントとなります。だからまあ面倒でもロードバイクの場合には鍵を別に求めるってことになると思います。そこで私がどういった鍵を持っているかというと、このロードバイクの場合にはいつも3種類用意しています。1つ目はここに入っていて、これですね。これは巷で1000円ぐらいで買える非常にこう華奢なワイヤーロックです。もう一つ、それはここに入っていて、こちらですね。これがまずチェーンロック、あとこちらが U 字ロックです。で、このチェーンロック非常に優れものでして、案外70センチぐらいの輪っかなんですけれども、チェーンであるがためにコンパクトに収納ができます。こうやって折りたためば、すぐにこういう形でコンパクトにまとまるんですね。これがワイヤーロックだとそうもいかないんですね。ワイヤーロックってこう鋭角状に曲がらないもんですから、こういうふうにまとめられない。これチェーンロックなので、こういう感じでここに差し込んで、この中にポンと入れることができます。各ロックの基本的な使い方を説明しますね。こちらの U 字ロックについては、こんな形で鍵を差し込むと U 字ロックが外れて鍵で閉めると。これ最強のロックだというふうに聞いてます。このブランドが最強っていうわけじゃなくて、この U 字ロックが盗難に合わないための最強のものというふうに聞いてます。で、それはなぜかというと、私だいぶ前の10年前ぐらいでしょうか、インターネットの記事を見たことがあって、その記事ではすごいことにですね、イタリアかどこかの現役の自転車泥棒にどういうロックが問題かとか、盗難に合わないためにはどういうロックを使うべきかっていうインタビューを実はしてるんですね。まあ現役のそのプロの盗み屋に聞いた最強のロックがこれだというふうに言ってます。これは概要欄にその記事の URL を貼っておきますので、ご興味のある方はぜひ見てください。で、こちらの使い方ですけれども、こんな形で後輪にくぐらせて、こういう感じで、はい、これで一旦ロック完了。ただこれだけだと結局自転車を固定したわけじゃないので、これだけだけど不足ですね。ですからここでどうするかっていうと、これを使います。これを使って鍵で開けて、こういう風になります。それでこれをこんな形で U 字ロックの中とタイヤとに通して、できればこの辺を細い電柱とかそのガードレールとか、あとはその自転車置き場の構造物とかにくぐらせた上で、こうやってタイヤにくぐらせて最後に締める。はい、これで完了です。
それでこのチェーンロックのいいところはこういったリングがついてるんで、リングがついてると何が嬉しいかっていうと、例えばですけどこういう感じに一旦くぐらせて、長さが足りない時にですね、こういう感じで本体をくぐらせることによって長くなるんですね。で、長くなるんで、あとはこの辺にさらにくぐらせて、こうやって締めれば輪にしなくてもチェーンの全長を有効に使うっていうことができるっていうのがこのチェーンロックのいいところです。こちらが私が自分のロードバイクを割と長めに止める場合での典型的パターンですね。まず一つとして、地面に据えられた構造物に対して大きめのチェーンロックでフレームを結びます。まあ、タイヤも通してありますね。それでもう一つ、こちらですけれども、 U 字ロックをリアとフレームの間に通してます。で、このチェーンの長さとかに余裕があれば、このチェーンをこの U 字ロックの中にくぐらせてロックするっていうのもよくやってるパターンです。あと、私ヘルメットを持ち歩かないので、こういう形でヘルメットをサドルに据え付けているんですね。サドルに据え付けたヘルメットがまあむき出しなのもまずいかなと思ってですね、そんな大したヘルメットでないので持ってかれてもそんなに痛くも痒くもないんですが、ただやはりこういう派手なものはまあカバーしておこうっていうことで、これは100均の荷物カバーなんですけれども、これを使ってこんな感じでカバーをして、まあ地味にまとめているっていうのが一つのパターンです。割と気軽なロックで OK なのはこういったコンビニの前に止める場合ですね。そういった場合にはこんな感じで敷地の中のまあ止めやすいところに立てかけてですね、この辺に私の場合はワイヤーロックをこういう風に持ってますので、これでくくりつけて終わりです。で、あとせめてこのサイクルコンピューターとかライトとかその辺のところは取り外しておきます。まあ要はこういうコンビニとかっていうのは別にプロが待ち伏せて窃盗するってことはないですから、もうこのぐらいの気軽さで OK ってことになります。はい、まとめますと、私はいつもはロックを3種類持ってます。具体的には A グループとしてこっち、 B グループとしてこちらです。この A グループの方はというと、例えばコンビニとかでも5分ぐらいさっと離れる時だけっていうことで使います。コンビニの場合にはそこに高価な自転車があるなんていうのはプロは予期しないわけなので、普通の人が気軽にひょいと持っていくのを阻止できればいいという、そういうことなんですね。ですからこれで OK。 長時間止める場合にはこちらですかね。で、この U 字ロックが構造上強固でいいんですけれども、これだけだと車体を地面の構造物に取り付けることができないです。なのでこれプラスこれで現状は長時間ロックする場合にはこの2つを併用して使っています。はい、それでもプロが狙うとなるとこのぐらいはもしかするとやられてしまうかもしれないですね。なので例えば高価な自転車を定常的にどこかに置いておく、自宅の外の駐輪場に置いておくなんていうことをずっとする方はですね、やはりこのぐらいのロックでも足りない場合がありますので、バイク用の極太のチェーンをするとかですね、そういうことをしないといけないです。理想的にはそういった高価なロードバイクっていうのは部屋に持って行って自分の目の届くところに置いておくっていうのがいいと思いますね。はい、今回は私の場合を申し上げましたけれども、これに関して正解はないです。いろんな話を聞いたり、いろんな事例を見て自分なりに合ったものを見出してくれればと思ってます。今回は自転車のロックについてのお話をさせていただきました。参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。